レッシュでございます。今回ちょっとタイミングがあったんで、ちょっと変わった内容を撮ってみたいかなと思います。裏側みたいな感じです。待ち合わせ場所に回り込みです。あ、そう、もうリコちゃんが損するやつめっちゃやってる。あ、すいません。そのじわってるやつ欲しかったな。そのじわってる。本当久々だよね。いや、めっちゃ久々ですよ。最後いつだろう。え、だって最後オレンジ。北陸以来。あ、北陸だ。そうだ、北陸だ。今回してる動画ですね。はい。ドエスチャンネルです。これ何ですか？ドエスチャンネル。ドエスチャンネル。はい。おー。あの、ぶらり旅とかしてるやつ。現場に行く裏側っていう形で。おお。ちょっと家の前から回し始めて。私は今、ドエスさんと、まあ、代理店さんと3人で車に乗ってるんですけど、ずっと車の中で、あの、かぶりこのルールの、あの、ホワイトボードをやるんですよ。このサイコロで。全部これを今回リコちゃんが損しかしない項目にしてほしいっていうのを切実に頼んでました。全部なんだろう、有機の出玉株へみたいなのとか。あ、なるほどね。今までやられたことをやり返すみたいな。そう。この番組を撮るのが初めてなんですよね、僕が。あ、そうですね。で、はい、いろいろこう、まあ、説明もいただきつつ、はい、一応内容はね、あの、聞いてきたんですよ、はい、その撮ってたカメラマンの方に。はい。で、全てを理解した上で、はい、あの、結論自由にやっていいって言われたんで。じゃあ、ド S バージョン。はい。なんで自由にやらせていただこうか。かぶりこ with ド S。はい。今、佐野に向かってる感じですね。佐野に向かってます。はい、超さすが、こう、急いでますね。佐野ですよ。これが前乗りの裏側ですね。前乗りの裏側で。前乗りの裏側。酒飲むことしか考えてない。早くですか？今日は元気なんですか？いや、昨日二日酔いで、はい、そうなんですよ。あ、そう、これかドエスチャンネル見てるかな。昨日飲んだ子がいたんですけど、はい、扱えないかな。あの、セラピスト、あの、はい、なんか、バーで行きましょうか。あー、あったかくなっちゃったな、本当に。暑いもんな。寝たらあれだもんね。おはようございます。来ました、来ました。でも10時半来ました。おはようございます。来ました。これからこの子と私、この子と打ち合わせでございます。打ち合わせ中です。打ち合わせ中です。あ、一回ちょっとやってみたかった。なんかよくさ、前流行ってたじゃん。デートだ。そう、デートだ。さ、やってたじゃん。ちょっと一人称視点でさ、トムちゃんとデートみたいなやってみようかな。乾杯、そうそう、乾杯みたいな。どうする？見せて。加工が必要です。カブちゃんは一人で前乗りしたと。一人で。地方で。地方で。夜ご飯とか大体どうしてる？まあ一人だったら、まあ、ホテルについてレストランとかなんか鉄板焼き屋とか食べたり。一人で食べた。一人で。あ、コンビニ？コンビニ飯とか。コンビニは、あ、でもゆで卵、お腹空いてない時はゆで卵食べるくらい。ゆで卵食べる。味付け卵食べて。で、酒飲まないんで、一人では。で、1000円でカード買うんです。映画見たい。買いますよ、映画見たい。ペイチャンネル。ペイチャンネル。ペイチャンネル。あ、ペイチャンネルって言うんです。え、なんか本当、なんだろう、
あのチャンネルってもう絶滅寸前じゃないですか、多分ネットが普及しててそうそうそうかわいそうだな、あの自販機がって思って、あの、ま、前乗りってやっぱ前乗り前打つ前じゃないですか、どっかになんかちょっとやっぱお布施的な感じで、ね、そこの土地にお世話になるんで、サンドにもそうそう入れるような感じで、見なくてもやったりとかしますからね。ペンチャンネルの、ね、テレビに向かってじゃペンチャンネルのね全然映ってない、あだから見せて、うん、あのチャンネルはなんかもうすごいじゃないですか、だから全然あれは見ないです、見ないです、あの見たことないから本当に知らない、映画しか見ない、あ、もう一回いいですか、ちゃんとちゃんと乾杯しましょう、ちゃんと乾杯しよう、ちゃんとちょっとどんなしてるんですか。もういい。もういい。はい。8時10分集合。まあこれで大体朝コンビニに寄ってお店さんに行くという感じです。で栃木県9時オープンなんでちょっと朝が早いぐらいですね。お疲れちゃん、これあのド S の方だ、ド S の方、いやいや、お疲れちゃん、お疲れ様です、いやマジで負けてんですよ、どうでした今日の現場、えっとですね、あの私のこのカプリコのギャラなんですけど、はい、これで使っていいですか、で私ですね、毎回3万円、4万円で、前回5万5000円マイナス、毎回3になってるんですよね、で、あの来るたびに負けている、で、この番組をやってる意味、それでこの前確定申告を出しに行ったら、なぜ負けているのに番組をやっているんですかと税理士さんに聞かれました。私もそう思います。面白いですね。今の使っていいんですか。いいよ。あ、了解。あれあ、ギャラだけ隠せばいいんじゃないですか。ああ、お疲れ様でした。びっくりした。ギャラだけ隠せばいい。アイス食べてた私。アイス食べてた私。どうでした。今日はね、30度で暑かったんですよ。外が暑いから、詳しい内容はかぶりこを見てください。10本を引けるんですよ。ですね。というわけでこれから、帰宅の取りとき、ランランランララン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 、あ、よかった、あのペンさん、え、よかった、あれ、いいと思う、今日もやってみる、ご飯とか食べに行く、朝ごはんからちゃんと食べる、2人と、ガッツリ、これどっちのチャンネルですか、これこの前はね、その韓国行った時にホテルのすぐそばのところで牡蠣のね、チヂミ食べて、すっごい美味しくて、私辛いの食べ過ぎてお腹下してた、帰ってきた後なんかね、超辛いのすごいすごい辛いの、私はちょっとで我慢、もうあ、ダメだってなってるのにずっと飲んでて、美味しいから一人でタイヤ歩けるぐらいこんな大きい鍋なのに一人で全部飲むくらい飲んでて、そうなので結局ね、いやほら街ブラの動画やってるじゃないですか、うん、じゃあ女子2人は街ブラって言ったらどういう風にブラブラするのかな、あ、でもとりあえず目的は持つの、とりあえず持たないでブラブラする、持ってるよね、持ってる、タピオカ食べたいとか、そうそうそう、そんで韓国だったから、あの言葉わかんないから、とりあえず人が持ってる人が多くなってきたらタピオカ屋あるぞみたいな、それで探したりとか、そう、あとはなんかちょっと美容液見たいからちょっとそこの店入ろうとか、なんかいろいろやったね、あと洋服買ったりとか、そう、洋服なんか韓国のファストファッションはどんなものなのかみたいな、海に行ったりしました。大石さんはなんかやっぱワンピースとか今季はやっぱ着たりするんですか。そうですね、あのちょっと色を変えて、あ、ね、今ちょっとサファリなワンピース、今季のね、なんかちょっと、そうそうそう、で今年はちょっと淡い感じ、淡い感じのワンピース、うん、ちょっと爽やかな感じはあって、でも似合うと思いますよ。それでもミニ目の方がいいかもしれないです。あ、ミニ目の方がいいです、うん、夏ブルー来るんですか。夏ブルー来ますね。あ、そうなの、はい、いつまで続けるのかわいい来た、今ちょっとちょっと、あの標識かわいいね。あ、かわいいですね、かわいい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 
がとうございます。じゃあ、じゃあ、帰りましょうか。帰りましょう。